こんばんは、ピーニです。お昼にサラダを食べようと思ったらマチロちゃんが起きてきたので人参のお裾分けをしました。可愛いですね。両手で持ってもくもく食べてくれてます。洗濯物を干していたら絶対出てきますね。ちょっと干さなきゃいけないんでブロッコリーでごまかします。出たいのかなと思ったらカットしてますね。両手で目はしっかりブロッコリーをロックオンしてます。ごめんね。あ、もうちょっと後で遊ぼうね。でもなんとか食べてくれてますね。野菜結構好きでブロッコリーうちの子よく食べてくれます。マチロは茎派みたいですね。もぐもぐ食べてます。急なポイだ。そして嫌だった頭か、めちゃめちゃ蹴ってますね。ちょっと蹴れてないところが可愛いんですけど、結局ちゃちゃっと干して出しちゃいました。このペットサークルに入って動画編集しながらハムちゃんがチョロチョロしてるのを見るのが最近すごい癒しです。マチロは一番なんか慣れてくれてるんで中に入ってても一番寄ってきてくれます。ズボンの裾の中に入ったりとか、 なんかたまに背中から登ってきてちょっとドキドキする時もあります。だいたいこう終わったら iPad で編集してるのを邪魔されちゃいます。出たそうだったのでちょっとだけ外もお散歩させました。この箱の中気になるみたいで結構ずっといましたね。チリトリがあるから匂いがするのかな。部屋終わったらちゃんと残りも食べてくれてました。結構ちょっと横着して一回帰ったんですけど、その後また出てきて半分体入ったまま食べてます。今日はこんな感じでまったりマチロ会でした。それでは今日はこの辺でバイバイ。